その後、笠原右京が帰ってきますが、笠原右京がこれからこの車の中にも持ってきて、アタックダックに入ることになります。この2台を除いてはこの後やってきたタイミングでアタックダックに入ります。さあ今カーナンバー37番の笹原右京もコントロールラインを通過をしていきました。さあ小林カムイ、まずはセクター1のタイム気になるところではありますけれども、今小林カムイのセクター1のタイムなんですが、現在のところは小林カムイは21秒、それほど差はありません。23秒台の真ん中あたりか。そして今コントロールラインを通過をしていきました。笹原右京はチェッカーを受けています。1分23秒の3球に。そして岩佐歩夢が今トップに浮上、1分22秒の78で、牧野忠介は今2番で1分23秒095。3番手に落ちた笹原右京を上回ったのは3番手、今山本直樹が1分23秒178。そして今コントロールラインを通過をしていきましたのは木村伊織、6番手小林カムイは今5番手だったんですが、5番手に入ってきたのは今度は今笹原右京、そして高口瀬良が4番手に上がってくる。高口瀬良が4番手に上がってきた。そして最後今カーナンバー19番の平木力がやってきますが、平木力は8番手、ただ今小林カムイがまだ結果を出す、ギリギリこれ2周回転でアタックに入っています。小林カムイが上がりそうだぞ、どうか。いやしかし小林カムイ7番手だ。小林カムイは7番手に終わってしまいました。あとこんな位置になりませんでした。ちょっとこれはアタックラックがどうだったのかというところ、セクター3が自己ベスト刻めませんでしたので、入るかも分かりませんね、2周目いけるか。さあ、坪井の最初の1コーナーの飛び込み、屈伸のポイントは外したくない。そして、今、この車両は無理だ、これからストラップということになります。残り時間は1分20秒。あるいはそのタイムを上回れるか。今は岩佐歩夢のタイムは1分22秒の78で、これが岩佐の A 組の最速タイムです。さあ坪井が今高橋のタイムが今セッカープレーに入っている。岩佐の映像ではここまでいいタイムがマークできているか。岩佐は非常に遥かに上回っているが福住二郎です。セクター1で全体ベスト、福住二郎が非常にいいペースだ。キッズコムチーム KCMG、 Q1 の A グループでは小林カムイはわずかに届かず7番手でしたが、 B グループでは福住二郎が飛び込めるかトップ6。そして坪井翔が今帰ってきますが、チェッカーはまだ受けていない。1分23秒の252、もう1周アタックということになりますか。坪井、そして野尻智樹、さらにはジュジュ、まだチェッカーは受けていません。まだチェッカーは受けていない。そしてトップタイムは今、大湯俊樹、1分22秒963、大湯俊樹、そして福住選手は1分23秒16、大湯は今1分23秒078。大湯はもう1周していますが、福住はチェッカーを受けました。1分22秒963、3番手に合わせた結果、チェッカーを打ちました。1分23秒221、トップ6に残れるか。
そして5番手には野尻智樹がいる。6番手に太田勝之進、1分23秒32。太田勝之進はチェッカーを受けている。7番手に佐藤蓮、8番手には国本雄二、9番手には大島和也、10番手には三宅敦史、チェッカーを受けています。太田勝之進は6位までに入っていますが、佐藤蓮は7番手でこれでトップ。12内には入れません。 Q2 のメンバーにはあと一歩及ばず、佐藤蓮はここで敗退ということになります。中島レーシングチェッカーが出ています。そしてあとまだチェッカーを受けていないのは坪井翔、野尻智樹、大湯俊樹、そしてジュジュ。次に帰ってくるラップが、これが計測ラップ最後ということになりますけれども、現在は大湯俊樹が2番手、坪井は4番手になっています。5番手の野尻、このままピットに戻ってきても十分トップ6に入れるということで、無線でひょっとしたらタイヤ温存で戻ってくるかも分かりませんね。トップ6にもう入ってるから別にアタックしなくていいよ、戻っておいでっていうふうに、連絡が出ている可能性はあります。チェッカーは受けていませんが、時間はもう終了しています。そうですね、アタック入っているもう車は帰ってきませんね。どうやらこれで決まりです。トップタイムは福住2位でした。 Q1 の B グループ1分22秒963。2番手には39番の大湯俊樹、3番手には3番の山下健太、4番手には36番坪井翔、5番手16番の野尻智樹、6番手にはドコモティームダンデライアンの太田格之進が入りまして、この6台が予選の Q2 へ進出ということになります。そしてわずかに及びませんでした7番手佐藤蓮、ポロス中島レーシング。残り時間から考えればあともう一周いける計算は成り立ちますが、坪井はこれがアタックラップ、坪井翔君のヘルメットの上のところのラップが点滅をしていますので、これは自信してくれてもアタックをしているというタイムになります。さあ、先ほど少し前に行われた少女パックでは奥様が優勝を飾るというシーンで感動の涙を浮かべていた坪井翔が、今は惜しくも知らず自分の今予選を戦うというステージになっていました。今日はカーナンバー36坪井はアドバンスコーナーを立ち上げます。そしてこれから先ほどの予選を入っている、さあそのブレーキを失いとって比較的後ろから舐めるように左のコーナーに入る。そして全体ゲストは牧野忠介が取りました。セクター2の全体ゲストは牧野忠介、そして今まずは坪井翔のタイム1分22秒の573、これはいいタイムだ。セクター3は非常に速い坪井翔、2番手に笹原右京が入りましたがチェッカーが出ました。そして次にやってくる、さあ岩佐歩夢がトップだ。1分22秒560、岩佐歩夢トップ浮上だ。野尻智樹は3番手に終わった。野尻智樹は岩佐歩夢を逆転できない。そして牧野忠介は3番手、牧野忠介3番手、そして福住2例だ。福住2例が1分22秒543、トップ入れ替わった。3番手に大湯俊樹が入ってくる。さあそして大阪の新は今5番手、さらにカーナンバー4番、いや3番の山下健太は今8番手フィニッシュ。そしてこの後カーナンバー64番山本直樹が帰ってくるが、山本直樹は9番手、そして4番の小坂勝子も最後帰ってくる。小坂は10番手、そして最後これで終わったか。坂口瀬良がまだアタックができていません。セクター3から帰ってきていないか。ああ今ピットに戻りました。坂口瀬良チェッカーを受けずにピット。坂口瀬良は何かトラブルがあったか。アタックラップを中断しています。決まりました。これで福住2レーン